おはようございまーす。念願の朝ごはんもっぱーん。暑いんですけど、待って、めっちゃ暑い。どうしよう。ちょっとクーラーつけていい、やっぱり。ずっと念願で朝ごはんを食べるもっぱんをやりたかったんで、今日撮ってみまーす。めっちゃ眠たいんだけど、頑張って作りました。見てこれ、本当にやばいから。まずこれが鮭で、で、これがネギ入りのだし巻き卵焼きで、これがウィンナー、気持ちばかりの野菜たち、豆腐とわかめの味噌汁、ご飯と明太子でーす。めっちゃ美味しそう。やばくない？はい、ということで、早速食べていきたいと思いまーす。やった、嬉しい！やばい。じゃ、とりあえず水分補給させて。うまっ。では、食べたいと思いまーす。せーのがさん、はい、いただきます。何から食べよう、マジで。じゃあ、お味噌汁から。日本って感じ。うん、おいしい。次何食べよう。ちょっとベジファでトマト食べます。うん、うまっ。うん、おいしすぎ。じゃあ卵焼きもいただきます。おいしい。天才か私。うん、ご飯もいただきます。待って、ここにご飯粒ついてたんやけど。いつも白ご飯は 100g しか食べないんですけど、今日は 200g 食べちゃいます。ダイエット中だけど、たまにはご褒美をね。しかも見て、このでっかい明太子。でかい。大好きなの、明太子。いただきます。箸の使い方が本当に悪いんで、ごめんなさい。いただきます。うまー。今日は少しお高めの明太子を買ってみました。ちなみに朝ごはんもっぱんとか言って、時刻は15時21分、あれって感じなんですけれども、そう、もともとね、朝に撮ろうと思ってたんだけど、起きれなくて撮れませんでした。今日ジムに行ってきて、で、今帰ってきて、ご飯の準備して食べてるって感じなので、まあ、実質1食目ですね。なんで朝ご飯です。いただきます。うん、美味しすぎ。ご飯に合う。じゃあ次、ウィンナーも行ってみます。今回ウィンナーはシャウエッセンの夜味っていうやつと、あとアルトバイエンだっけ、それ買ってきました。これ多分夜味。いただきます。え、これ普通のかな、わかんない。あ、これ普通のかもしれない。美味しい。次、鮭食べてみよう。グリルがうちないので、フライパンで焼きました。大好き鮭。いただきます。やばいやばいやばい。うまっ。うん、これちゃんと取れてます。不安になってくる。うまかく、うまかく、うまいの確定。うま好きやろがい。では続いて、気持ちばかりのブロッコリーをマヨにつけて食べます。うん、うまっ。私ちっちゃい時マヨネーズ食べれなかったの。あとチーズも嫌いだった。なんかね、乳製品っぽいものの臭いのが嫌いで。でも今も結構チーズ系のお菓子はあんま好きじゃないかも。食べれるやつもあるけどね。うまっ。うん、で、明太子うますぎ。うん、おいしい。ごめんなさい、今日は食べるのメインなのであんまり喋らないです。卵
まにはさ、食べてるだけのこういう動画もいいんじゃないでしょうか。ケチャップつけて食べます。うまっ。みんなは甘い卵焼きとおかず系の卵焼きどっちの方が好きですか？私は昔は甘いのが好きだったんだけど、今はおかず系の方がご飯に合うから好きです。ま、これが多分夜味かな。さっきさ、焼いてる時にごっちゃになって分かんなくなっちゃったんだよね。これ夜味だ、多分味が濃い気がする。シャワー室でめっちゃ音する。パリって言うね。やっぱり和食だわ。ほんだ、最高かよ。みんなおにぎりの具材何が好き？私はやっぱ明太子かな。でも私ほんと東京上京する前まで白ご飯が全然好きじゃなくて、もうほんとほとんど食べてなかったんだけど、上京してからなんか味覚が変わったのか、めっちゃ白米好きになっちゃって。まあさすがに白米単体だけで食べるっていうのは無理なんだけど、ほんとご飯のお供があったら永遠に食べれる。もう今日とかさ、ご飯のお供ありすぎて足りないもん、これだけじゃ。うまっ。ちなみにこの卵焼きは卵3個分使ってます。めっちゃ綺麗にできた。うまっ。ちょっと次ウインナーマスタードつけて食べよう。なんか浅めのマスタード買ってみた。どんぐらい出そうかな。うわ、出すぎた絶対。これをウインナーにつけていただきます。じゃじゃーん。うーん、まっ、やばっ、最高、うまっ。うん、幸せ。生まれてきた意味ってここにあったんやわ。今日トレーニング頑張ってよかった。 あ、ちなみに今日このウインナー焼いたんじゃなくてボイルしたんですけど、シャウエッセンを一番美味しく食べる食べ方がボイルらしくって、でなんか 50cc ぐらいの水にウインナーを入れて、で水がなくなるまで焼いたらめっちゃ美味しくなるらしい。で今日それをしてみました。超美味しい。ああ、幸せ食べるって。一生食べてたーい。これさ、明太子とさ、このマヨネーズを卵に乗せたら絶対やばくない？絶対美味しいよね。いただきます。うん、うん、最高。ちょっと私、わかめ好きすぎて、マジわかめだらけなんですけど。うまっ。うましか言ってな。てか思ったんだけど、ケチャップって太るのかな。もう夜味が何か分かんない。ちなみにさっき皆さん気になったと思うんだけど、ロック画面はアレン様です。これお米に教えてもらったんだけど、ツイッターでこのアレン様の画像にしたら恋人ができましたとか、ガリガリ君の当たりが出ましたとか、なんかすごいいいこと起きるらしいのね。だからこれにしてるんだけど、いや私もこのアレン様にしてから心なしかめっちゃ気分がいいのね。だからみんなも真似して、このホーム画面真似しな。いいことあるといいね。マジ一生うめえんだけど、このマスタードがマジで美味しすぎる。一気に高級感って感じ。
やっぱシャウエッセン、夜味の方が濃いかも。結構お酒に合いますって感じの味する。今日はもうこれしか食べないよ。今日ダイエット中なんでね。てかもうご飯終わっちゃうんだけど、無理。ちょっとおかわりしてきまーす。やばい、足しびれた。足しびれた。足おかわりしてきた。ほかほかご飯。でもなんか、冷やご飯好きな人も多いよね。誰やったっけな？家族の誰かが冷やご飯好きやった気がする。お母さんか。魚食べるのって結構むずいよね。もし将来両家顔合わせみたいなのあって魚こんな感じで出てきたら、私どうやって食べればいい？絶対綺麗に食べれないんだけど。骨だる。骨がすごくめんどくさい。魚って骨の周りが一番美味しいっていうよね。うん、うまっ。うん、もっぱ向いてな。みんな朝ごはんは食べる派？私は学生時代ほんと食べれん人間だったんやけど、東京に上京してからはめっちゃ食べるようになった。朝ごはん結構くどいな。鮭、みんなは鮭の皮食べる派？私は食べない派。結構好きって人多いよね。私ほんと脂っこいの無理で、なんか嫌いになった理由が一つあって、小学校の時に鮭こんな感じで出たんだけど、なんかそれ食べた時すっごい生臭くって吐きそうになったのを覚えてるのね。そっから食べなくなった。ラスト卵。うん、うまっ。うまっ。でも結構味濃いものばっかりやからさ、明日めっちゃむくみそう。うん、あと私豆腐もあんま好きじゃなかった昔。なんか味があんまないやつが多分好きじゃないのかな。うん、まー。あとトマトだけ。トマト毎日食べてるかも。うん、食べきった。ごちそうさまでした。めっちゃお腹いっぱいです。まあたまにね、こういうゆる動画もいいでしょ。食べたらめっちゃ眠くなってきた。まあご飯おかわりしちゃったけど、今日はジム行ったのでゼロカロリーってことではないんですけれども、お腹いっぱいですごいいい気分。あー、寝れるこのまま。てか可愛くないこれ。じゃじゃん。おさむさんって方がデザインしたキャラクターなのかな。これ昔からいるキャラクターやよ。はい、ということで朝ごはんもっぱんでした。眠、多分寝る。おやすみみんな。おやすみー。みんなもちゃんと朝ごはん食べろよ。こっちー。